一休さんは、水島信二による日本の野球漫画、1975年から1977年まで、週刊少年サンデーで連載された。巨人学園高校野球部に突然入部してきた男、サナ一休。彼は、実は、忍者の子孫であり、驚異的な身体能力を持つが、なんと野球のことを全く知らないのだった。破天荒な彼のプレーが、 巨人学園に大波乱を巻き起こす。本作は男の魔法甲子園の直接の続編。前作終了から1ヶ月で連載がスタートした。時系列的には藤村甲子園の南馬高校時代から7年後で豆炭こと岩風五郎が巨人学園の監督として登場しているほか、藤村甲子園や丹波左文字、甲子園の弟である玉にと玉さんも登場する。 一部のキャラクターや設定を前作から引き継いでいるが、本作は形式的な原作者は立てずに、水島のオリジナルストーリーとなっている。大甲子園では、巨人学園が再登場し、秋ノ高校と対戦している。2005年には、ドカベンスーパースターズ編で、真田一級と、ご苦労が東北楽天ゴールデンイーグルスに入団、再々登場した。その続編にあたる、 ドカベンドリームトーナメント編で、堀田三吉と花園翔太も再登場した。一方、同作では、岩風五郎と藤村甲子園は、現役時代の年齢と容姿で、阪神タイガースの選手として登場しているため、半ばパラレルワールド化されている。選手指導者神宮大学附属高校作中の、大学野球の競合、神宮大学の附属校だけあって、 強固な練習体制が整っている名門校、鬼桜男子高校校派な雰囲気がある男子校。かつては大友に無安打無得点で敗退したことがあるが攻撃力を格段に上げて復活。ただし守備力に名があり、恋学母商業高校一級をして軍隊みたいと言われる規律に厳しく統率の取れたチーム、勉強高校新学校、 共西高校非常に貧しい学校。野球部もヘルメットは一つだけ、バットは手作りなど貧窮を極める。選手は皆南海ホークスファンで、南海の選手の名前を勝手に名乗っている。南波高校、男とアホー甲子園の主人公、藤村甲子園と岩風監督の母校。夏の甲子園大会の初日第一試合で、巨人学園と対戦する。大甲子園では、 坂田三吉率いる通天閣高校を抑えて夏の甲子園大会に出場。なお、たまに、玉さんは一級さんの時点で3年生であるが、大甲子園では再び大会に出場しており、学年は無視される形となっている。1978年4月10日から10月23日まで、毎週月曜日19時19時30分の時間帯において、 フジテレビ系で放送された全26話ドカベン野球郷の歌に続く水島日本アニメーションアニメの第3弾作詞家として名を馳せている荒木豊久が作曲に回っている当番組の放送終了によりブロッカー軍団法マシーンブラスター以来続いた蒸気放送枠での冷や二車路線は一旦中断となった作詞ほとみ交互 作曲、歌、荒木豊久、編曲、丸山正人、作詞、ほとみ交作曲、荒木豊久、編曲、丸山正人、歌、堀江光子系列は放送当時のもの。放送時間は、個別に出展を提示してある。情報以外、1978年9月中旬から10月上旬、時点のものとする。 アニメージュ1978年10月号1978年特馬書店全国放映リスト AB 全国放映リストアニメージュ1978年12月号特馬書店50から52ページ日刊スポーツ1978年5月4日付長官テレビ欄 福島民放1980年1月12日から7月9日付長官、テレビ欄。全国放映リスト、アニメージュ1979年2月号、徳馬書店、53ページ。北日本新聞1978年11月10日付長官、テレビ欄。全国放映リスト、アニメージュ1978年12月号、徳馬書店、51ページ。 ありがとうございます。